毎度どうも、コラヨンです。今話題の画像映像をお届けいたします。くつろいでご覧ください。そしてチャンネル登録をお願いいたします。まずはこちら、どうぞ。 これは新手の鼻うがいですかね続いてこれ皆さん見たことありませんか実はパクリだったんでしょうか続いてこちらこれは NATO の首脳会議のいい様子だそうです これを見ても何とも思わないのが日本人続いてこちら欧州議会の議員さん強烈な方がいらっしゃいました Thank you based on article 195 out that it would have been more appropriate for Mr Trudeau, Prime Minister of Canada, to address this House according to Article 144, an article which was specifically designed to debate violations of human rights, democracy and the rule of law, which is clearly the case with Mr Trudeau. Then again, a Prime Minister who openly admires the Chinese basic dictatorship, who tramples on fundamental rights by persecuting and criminalizing his own citizens, as terrorists, just because they dared to stand up to his perverted concept of democracy should not be allowed to speak in this house at all. Mr. Trudeau, you are a disgrace for any democracy. Please spare us your presence. Thank you. なかなか素晴らしい方が登場してますよフランス大統領候補エリック・セムール氏ちょみちょみを拒否して病院を追われた医師や介護士を一刻も早く復帰させる彼らが必要だと講演されていますこちら 日テレニュースが伝えました。アメリカニューヨーク市、プロスポーツ選手ら、ちょめちょめ接種免除へ、だそうです。一見素晴らしいと思うかもしれませんが、結局は、ニューヨーク市は引き続きちょめちょめ接種を推奨しています。なるほど。続いてこちら。 パン、パイナップル、アッポー、パン。懐かしい響きですね。続いてこちら。命つなぐ水道、修繕されず一週間。お湯出ず、カロは顔洗えず、住民困った。どういうことか。今月16日の地震で、団地の貯水槽から住宅に至る水道管が数箇所破損し、 57世帯のうち52世帯が断水したハイランド自治会長の早坂悦郎さん68歳が17日修繕を申し入れたが会社側は直したいが金がかかる工事はできないなどと難色を示したというやはり水道の民営化はやるべきじゃないですね続いてこちらこちらのマンションの貼り紙 何と書いてあるか読んでみましょう。平成より当マンションの運営にご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。早速ですが先日より発生している不審者の目撃に伴い午前1時から3時の不要不急の外出を控えるようお願い申し上げます。当該時間帯に外出が必要な場合は 決して一人では行動せず、視線を下げて移動するようお願い申し上げます。また、立花と名乗る女性に声をかけられた場合は、決してその顔を見ず、急いで外へ出るか、近くの部屋へ助けを求めるようよろしくお願い申し上げます。その際、404号室へは入室しないようご注意ください。 以上、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。こわこれが事実なら、とんでもない話。小林麻也が、海老蔵が真央ちゃんの治療を選んでいた、との新たな動画で、市川海老蔵を批判した。その治療について麻也は、妹は亡くなる直前に、あの治療をやめたいって海老蔵に何度も言ったんだ。 離婚すればよかったと言ってました。と明かす。またエビゾーは中東で初めて歌舞伎公演を実現させたが、前はその際に9000万円貸したそうで、お金は戻ってきていないという。ひでえな、エビゾー続いて、こちら。<coughs> わずか二ヶ月で意志が荒稼ぎ。ちょめちょめのうちで三千万円。本業そっち負けで一日百本も打ちまくる。そらこんだけ儲かるんだったら打ちまくるわな。続いてこちら。あるトイレの張り紙。君のはそんなに長くない。もうちょっと前へ。